はい、カンチャンネルです。えっ、ー、と今回はですね、ハイラックスの最新情報っていうの形でね、皆様にお伝えしていきたいと思います。はい、情報が入ってきて、ちょっと急いで撮ってるんで、まあちょっとこんな適当な背景なんですけども、えっ、ー、とお話ししていきたいなと思います。ではね、早速内容の方に行ってみましょう。 えー、去年の秋ですね僕フルモデルチェンジするっていうことで動画を上げたと思うんですけどまあ、フルモデルチェンジマイナーチェンジにもなんないのかな今回一部改良ってことでね以前の動画の内容をちょっとね訂正して新しくねこちらの動画で、えー、内容の方を伝えていきたいと思いますでまず最初にハイラックスのね受注が再開しましたはいなので今ディーラーに行けば注文できるような状態になっております 早速なんですけど一番のまあ大きいところっていうのがカラーリングがえと変更ににななりりままますす新新しししいいいいカカララーーリリンンググが出ましたははい、は白ここまで聞いた方白あるじゃんと思うと思うんですけど今までのがスーパーホワイトっていう白なんですよね。で今度新しく出るのがプラチナホワイトパールマイカっていうのがね新しく出ます。はい なので今までのスーパーホワイトが配信になってパールマイクがね新設定されるという感じで結構ね待ち望んでた方多いんじゃないのかなって思います。っていうのもえーとスーパーホワイトっていうのはねまあ絵の具みたいな白なんですよね簡単に言うと。に対してパールは光光の当たるる具合にによよっっキラキラってててキキララうななデザインになっております、はい、この2種類のね白が切り替わるってことでパールホワイトが欲しいって方いたと思うので乗り換えだったりだとか新しいユーザーの獲得って結構増えるんじゃないかなと思っております。はい えとそのちなみに新色なんですけどとうとうねハイラックスにもオプションカラーが出てしまって追加でオプション金額を払ってねパールファイトにできるような形になると思います金額の方が3万3000円ぐらいになるのかな、まあ、大体それぐらいになるかと思います、はい、でこのカラーっていうのが今使われているのが、えー、とアルファード新型のアルファードだったりだとか新型のハリアこちらの方使われているの形で えとランドクルーザープラド、えー、150件使ってるねパールホワイトとまたちょっと違うような感じなんですよね結構やっぱり白くてキラキラしてるような感じ高級車よりのねホワイトなのかなと思いますこちらもね非常に楽しみだなと思って今回動画出しましたそれとあと以前からお話ししてたんですけど X グレードはね今回配信になって で z とええー、と gr というような感じでね。えっ、ー、と2種類から選択するような感じになります。まあ、個人的に x 乗ってるので、その面ね。ちょっと寂しい気持ちはあるんですけど、販売台数はね。 Z に比べると全然少なえっ、ー、と一時期 GR がワイドトレッド化されてオーバーフェンダーがつくっていう話だったんですけどまあおそらくね海外仕様が入ってくるのかなと思ってたんですけど今回ね GR は変更点ありませんなので今までの GR が継続で販売されるような形になると思いますなのでねこの辺もね結構期待されてた方多いと思うんですけど今回はねえっ、ー、と今までの えと僕が何本か動画出している GR の動画あると思うんですけどそちらの方のねハイラックスが出てくるような形になっておりますでエンジンジは変わらずのまんまになりますなので、まあ、2.8とかね希望してた方ちょっとね、まあ、がっかりするところではあるんですけど変わらず2.4で、えー、とオートマのみの、えー、と設定となっておりますので、えー、とそちらの方ね、まあ、今まで通りっていうような感じになっておりますね。 結構ねやっぱハイラックスもかなりねマイナーチェンジとか一部改良っていうのを繰り返してるんですけどまたねえっ、ー、と現行のまんまでこのまんまね えと引き継いでいくっていうような形で、まあ、結構使えるパーツとかね今後、えー、と各メーカーからねパーツも増えてくるんじゃないのかなと,、えー、と思っておりますなのでこん今後ねもしハイラックス乗りたいって方とかね是非、えー、今回の新しくなったハイラックスとてもおすすめですから是非購入してみてください GR も結構ね中古市場でも出回ってるのでもしね欲しいって方とかね中古車サイトとか見てね選んでみるのもありなんじゃないかなと思っております であと最後にちょっとね、まあ、最近の動向なんですけど、えー、とそろそろね「ランドクルーザー250系」まあ、プラドの後継になるんですかね後継って何のかな250なんで多分300系のプラットフォームを多分利用してるんじゃないかなと思うんですけどそういったのとかあと「ランクル70」の再販再々販か夏に出るのであのそちらの方もね非常に今盛り上がってきてるような感じになっております。 で結構ねハイラックスユーザーの方知ってると思うんですけど三菱からもねトライトンがね来年中に導入されるってことで SUV のね市場があの加熱してるのでめちゃめちゃね面白いなーって思っておりますまあ正直ねトライトンめちゃめちゃかっこいいなーと思ってて皆さんどうですか僕のチャンネルハイラックスからトライトンになったら。 見たいって方もいるとは思うんですけどね。はい、非常にね、そんぐらいトライトもね、僕個人的に気になっております。そういったような感じで、めちゃめちゃね、情報がいろいろ入ってきてるので、えっと今後ね、そのハイラックスの情報だったりだとか、三菱のトライトの情報もね、今後ちょっと上げていきたいなと思っておりますので、気になる方はぜひチャンネル登録の方よろしくお願いいたします。はい、ではガンチャンネルでした。ご視聴ありがとうございました。バイバイ。